民族、祖国、国家、単一、愛国、統合、東方、親善、気持ち悪、支配、抑圧、土俗、霊俗化、侵略、偏見、差別、なんじゃそりゃ、排斥、排他、先民、血族、混血、純血、団結。僕は日本で生まれた。僕は日本で生まれた。いわゆるコリアンジャパニーズ。まあ僕は日本人と何ら変わりないと思ってるんだけど。奴らはこう呼ぶ。在日。切れた。これは僕の恋愛に関する物語だ。逃げたら一生パシリな。よし。タケ先輩、あ、今まで何人ぐらいクリアしたんですか？10年前にクリアしたやつがヤクザの鉄砲玉になって死んだから、生き残ってんのは俺だけだから。スーパーグレートチキンレースなんだよ。Thank you.
こいつ切れ。お父様ですか。どうも。あれ違ったかな。お父さん、お父さんですよね。ねえ。母さん行かなくて済んだろ。感謝しろ。ありがとう。いつか殺す。嘘、嘘。もう一度言う。これは僕の恋愛に関する物語だ。いくらあんたが生きがったってね、お父さんには勝てないの。日本ランキング第7位なんだから。ほら。っていうか、なんで全部やっちゃうんだよ。自分でしゃぶしゃぶさせろよ。母ちゃんがやった方が美味しいんだよ。しゃぶしゃぶさせろよ。母ちゃんがやった方がうまいの。ハワイか。ハワイな。よし、もらった。なんだおっさん、生きてんのか。おい、この間まで堕落した資本主義の象徴とか言ってたくせに。そんなね、主義なんて流行んないの。ベルリンの壁だってソ連だって寒さに負けたんだから、寒いと鼻の中凍っちゃうでしょ。だから主義も凍るの。どこ行くの。おい、ハワイ行こう。ごめんなさい。じゃあ行こう、キリアス。床に、床にカピルヘ。요즘은북한국적으로도하와이갈수있어요。예、네、알았어요。오라마오라바리바리のマルクス중이다고스파이간첩인지간첩인지모르잖아。어쓸데없는작가오네。아문제없다니까갓대니있게봐이。다메다내로지하나신났네。아
私はハワイに行ければいいんですよ。よし、パコ。ハワイで何があるか分かんないから、パコ、パコ、お願いしますよ。在日朝鮮人だった親父は、たかがハワイ旅行のために新しい国籍を手に入れ、在日韓国人になった。我が家の玄関には、今でもこんな最低な写真が飾られている。そして、パパ、ママと呼ぶことが義務付けられた。あ、ママ、ちょっと止めて。え？止めて。来い、この野郎。座れ。しっかり見てろ。どうすんだ。あ？国籍なんか簡単に変えるぞ。金さえありゃアメリカだってロシアだって。もうちょっと綺麗な海が良かったんだけどな。広い世界を見ろ。そして自分で決めろ。海が僕を睨んでいた。僕も海を睨み返した。そして考えた。こんなノーフューチャーな毎日の中で結構マジに考えた。おい、こら、そこの社会のクズ、大暴走と突っ立ってんだよ。地域住民の邪魔でしょ。どけ。なんだよ、見てるだけじゃねえか。なんだよ、なんだよ、なんで。日本人はいずれ社会に混ざっていくだろう。でも僕の未来は、民族学校開校以来のバカと呼ばれた僕だから、はい、こんな感じか。今から勉強して大学入って就職してもこんなもんだ。死ぬほど努力して弁護士か医者になるか。まああだ名がクルパーだし無理でしょう。
はマスゲームとクラシック音楽とレーズンの入ったカレーが大嫌いだった。カナッツー、カナッツー、カナッツー、カナッツー。クルパ、クルパ。とにかく僕には選ぶ権利があった。韓国籍、オア、朝鮮籍、恐ろしく狭い範囲だけど、でも僕は初めて人間として扱われたような気がした。決めた。韓国人になる。そうか。でもハワイには行かねえ。で、日本の高校受ける。なんだそれ急に。広い世界を見るのだ。好きにしろ。こうして僕はタバコも喧嘩もやめて日本の高校を受験した。で、今こんな感じ。人間なんてそう簡単には変われないってこと。この一件のおかげで僕はブレイクした。杉原ってどいつだ。違います。おめえが。違います。おめえが。俺じゃねえよ。どいつだ。バスケ部をクビになってから数々のチャレンジャーが僕の元へやってきた。今のところ24戦負けなし。お前を有名にしてやる。なんだそれ。ビリーザキッドが銃を抜く時の決め台詞だよ。浅草キッドなら知ってる。ノイルコイルは。しょうがない、しょうがないってやつだろ。そうそう。しょうがない、しょうがない。しょうがない、しょうがない。黒人解放運動の指導者マルコム X が粋なことを言っていた。やれ。私は自衛のための暴力を暴力とは呼ばない。知性と呼ぶ。全くもって正論。やれ。暴力は僕だって嫌いだ。でもどうしようもない時だってある。殴るのは嫌だけど殴られるのはもっと嫌だ。それだけのこと。民族学校時代の教科書。まあ僕が今やってることも革命といえば革命だから役に立ってるってことか。
鉄割れで頭かち割った人発見。灰皿だよ。なんかデマなの？はあ。加藤は記念すべき最初の挑戦者だった。あれ？え？なんか泡立ってるよ。え？え？泡立ってる。加藤は広域指定暴力団の親分の一人息子だった。そういうのは先に言っといてほしい。パパ。ん？前よりいいんじゃないか。本当？いい。いいっすよ坊ちゃん。あれみたい。あ、キアヌ・ルーブス。男前がグッと上がりましたよ。ついでに目はブラピにすればよかったのに。目はいいだろう、今のままで。そうっすね、目はいいですね。杉原くん、指でも落としてもらおうと思ってたけど、いいや。はい。それ以来加藤とはなぜか友達だ。杉ちゃん、俺今日誕生日。じゃあコーヒー牛乳買ってやるよ。いらない。じゃなくてさ、今夜パーティーやってからおいで。かわいい子いっぱい来るぜ。5000円じゃかっこつかねえよ。交換所が潰れたぐらいで弱気になんなよ。なんじゃねえよ。二ついっぺんに潰れたのは痛いけど、まだあと二つ残ってる。じゃあ何なんだ。ママが出てっちゃったんだよ。自業自得よ。自分だって車買い替えたり散々使ってるくせに、なんで私がフラメンコ習っちゃいけないの。ほれどこ見てんだよ。同じ制服なのに全然違う。うるさいな。ちょっと！便所だよ。お、クルパーじゃん。や、なんだその頭。資本主義の象徴みたいななりして。こいつと会うのは2年半ぶりだった。民族学校ではホームルームの代わりに総括という時間があった。一応校内では日本語の使用が禁止されていた。え、そんなに。오늘ウォンストームが日本語をすごい指しました。僕の担任だったキム先生は、総括と自己批判が生きがいみたいな男だ。通称地獄の金金。ボンス
アペナオラ。モーラがそうそう。めっちゃうんこして。めっちゃうんこはごしぽすみだ。めっちゃうんこしたいからめっちゃうんこしたいらごまるはぬごし。めえなぷんみか。くるみょん、めっちゃうんこはごしぷるて、おっとけまるはみょんちょすみか。とんはごしぷて。くごしみょん、はなととんはごしたごぬきじゃんすにか。일본말로매치않고살라고말했습니다지금매치않고살라고몇번말했어또한번두번세번여섯번반다살아너이일본말을쓴놈은있는가그놈도일본말을쓰는거일본학교에간다고아설아뭐십니까일어서고있습니다가르보고있느냐その日から僕は裏切り者のレッテルを貼られた噂じゃおめえすっかりぴょってゴシャジーパン履いてマライアキャリーの CD 買ってるらしいなお前こそ労働者のくせにデザートなんか頼みやがってなあクルパお前も昔みたいに暴れねどうせ明日学校休みだろだからマライアのコンサートだっつうのチャラいこと言ってんじゃねえぞこれパンチョッパル うるさいね黙って聞いてりゃおばちゃんおばちゃん分かってるのは口聞いてるんじゃない親のすねかじってる間はね韓国も朝鮮も日本もないのガキなんだよガキだほんとにほら分かったら黙って食べなさい何もうハラミも上ミノもこんな残して何がデザートだよビールなんか10年早いんだよ男なら牛乳飲みなさい牛乳ガツンってやられたんだけどすぐ俺のカウンターパンチ一発スギちゃん来てくれたんだプレゼントフェルトが葉っぱもあるけどやんないウォッケウォッケ楽しんでってに田舎の方へ引っ込むんだったらまだおめえは吉原にも行ったことがねえから花魁の道中ってものをいっぺん見ろてえからあっしゃ嫌だってそう言ったんだ
決してあんなところ行くんじゃねえ。病気でもしょったしには生涯取り返しがつかねえから、決して足も踏み入れちゃならねえと言われているから、俺はおっかねえから嫌だってそう言ったんだ。だからバカなことを言うない、ただ見るだけで決して間違いがねえから行ってみろてんで無理に引っ張っていかれましたが、花魁ってものを初めて見たが綺麗なもんですね。中でこの高尾太夫、絵のようだなんて例えを言うが、とんでもねえ絵どころじゃねえ。人間にあんな人があるかと思って、ああいう花魁に杯の一つをもらえねえかったら友達がみんな笑ってやん。あれは大名道具といって、てめえたちはそべえも寄れねえから、そんな夢のようなことは諦めろってんの。しょうがねえからこの錦を買って帰ってきましたけど、それからてえもな、高尾太夫の顔が目先にちらついてしょうがねえ。刷毛を持ってのりを敷いてると刷毛が高尾に見える、飯を食やおまんまが高尾に見える、見る者がみんな高尾。こうやって話をして先生バカなこと言っちゃうよ、君の悪いこと、こんなお前坊主頭な高尾ってのその瞬間大変なことを思い出した。これは僕の恋愛に関する物語だった。もう、私が一緒に行って交わしてあげる。そうかな、そう。何読んでるの？ああ、な、薬大麦畑でしょ。そんなやつ。似合わないよ。あ、サイコメトリングって知ってる？え？杉原でしょ。なんで？読み取ったの。でもって喧嘩強いでしょ。どうでしょう。バスケやってる。え、なんでなんでなんで。続きはまた今度。今度。ねえ、バックれない？狭くて窮屈でうるさくて退屈だと思わない？ここ。ねえ、今の子読み取った？あの、僕も君のこと知ってなきゃいけないのかな。っていうか、知らないんすけど。僕っていうの似合わないよ。ねえ、なんじゃそれ。かっこいい。どうも。校庭を歩くなんて行進の練習以来かもしれない。それ何聞いてんの？ラップ。日本の？日本ののかな。どんな音楽が好き？いろいろ。でも日本のやつはあんまり聞かない。なんで？なんでかな。私も日本のやつはあんまり聞かない。なんで？なんでかな。同じだね。映画は？アクション系かな。私はフェリーニの道とシャイニングと恋愛小説家とマグノリアと燃えよドラゴンと。見た見た見た、3回見た。怒りの鉄拳は？見てない。マジ最高っすよ。今度ビデオ貸す。今度？あ？
将来は何になりたい人？弁護士か医者。すごい。になったらすごいけど無理だから、ギリギリまで考えた割には全然違う人生を歩むんじゃないかな。私の周りの男子はみんな俺は有名になるって言うよ。それは君の気を引きたいんでしょ。君は私の気を引きたくないの？俺はジャンクロード・バンダムになる。バンダムじゃない、バンダ。すいません、名前教えてくんないかな。名前なんかどうでもいいじゃん。ああ、桜井。ん？下の名前は教えない。嫌いなの下の名前。桜井さん。俺杉原。知ってる、さっき読み取ったから。でも下の名前は読み取れなかった。教えない、嫌いだから。どうでもいいよね。最悪。え？今の見た？流れ星。書いたの初めて。何が？だって流れ星だよ。男の子と一緒に流れ星見るなんて、そんなんダメよ。なっちゃいないわ。そうでしょ。そうかな。そうよ。そうかな。そうよ。恥ずかしいよ。油断も隙もあったもんじゃない。あの、関係ないけど、さっきからパンツ見えてるんですけど。まさか願い事とかしてないよね。流れ星見たなんて誰にも言っちゃダメ。二人だけの秘密だよ。分かった。日曜日何してる人？友達と会う人。もしかして彼女いる人？いない人。私嘘嫌いだからね。じゃあごめん。やっぱそうなんだ。これとこれ、落語。さっき嘘ついた。話してないことはいっぱいあったけどこれで嘘はなくなった。先行って。え？今度は後ろから飛ぶの見たいからじゃあお先に。あの時も飛んだよね。え？電話して。おいおい、普通手振ったりしねえか。あれ、行くぞ。母ちゃんはまだ帰ってきてないようだ。俺は小4の時から親父にボクシングを教わっている。左腕まっすぐ伸ばしてみな、ボーイ。そのままぐるっと一回転しろ。
よし、今お前の拳が引いた円の大きさがだいたいお前という人間の大きさだ。言ってることがわかるか、ボーイ。その円の真ん中に居座って、手の届く範囲のもんにだけ手を伸ばしてりゃ、お前は傷つかずに生きていける。そういう生き方どう思う？ダセえ。ボクシングとは何ぞや。その円を己の拳で突き破って、外から何かを奪い取ってくる行為だ。外には手強い奴がいっぱいいるぞ。そいつがお前の円の中に入り込んでくる。殴られりゃ痛えし、殴るのも痛えってこった。それでもやんのか。円の中にいる方が安全だぞ。やる。始めるぞ。だから今日はやめようって言ったんだ。天国までつながってるみたいな雨だな。え？天国っていい国なのかな。よし。何言ってんだ。戦後、そういえば俺昔スペイン人になりたかったんだ。どういう意味？自分で調べろ。おい、お前もうちょっと走ってこいや。ちゃんと仲直りしろよ。走んなよ、かっこ悪いな。2週間後、親父と母ちゃんは情熱の国スペインへと旅立った。これありがとう。おう、どうだった？やっぱ千切の虫が一番笑ったよ。あとほら、腐った豆腐のやつ。酢豆腐か。クルパーらしいね。こいつはジョンイル。俺が最もリスペクトする男。落語もこいつの影響。死んだ！ NO！ 音消したよ。は
정말인가? 예. 그건 좋은 일이지. 응? 너는 지금 조직과 제1동포의 현실을 잘 이해해서 일본 사회에 나가 조국과 제1동포를 위해 친선 교류할 수 있는 인재가 되기 위하여 일본 학교에 간다는 것은 나쁜 일... 뭔가 용서하지 않다! 国なんて持ったことありません。僕らは国なんか持ったことありません。俺はジョンイルが言った言葉を一生忘れない。そしてこの時助けてもらったことも。ねえ、クルパは大学受けないの？考え中。まあでも就職は絶対しないけど。なんで？だって社長になれないじゃん。最高の望みを初めから断たれて組織の中で一生飼い殺される、悪夢じゃん。じゃあとりあえず大学入って4年間で何やりたいか決めれば。そんなのもったいねえや。クルパはさ、もったいない生き方した方がいいよ。もう随分ずれた生き方してんだから。さあ、若いんだからどんどん食べて。いただきます。はい。ねえ、これは豚のどの部分？フライ。え？ダンマ。もうバカ。こいつね、見た目は爆発的にダサいけど民族学校開校以来の秀才なんすよ。おい。あら、そうなの。何君だっけ？ジョンイルです。はあ、ジョンイル、ジョンイル。お袋は日本人で親父は在日なんすけど。どうして日本の学校行かなかったの？そこなんすよ、こいつがかっこいいのは。こいつ将来は民族学校の教師になりたいんだって。後輩が広く世界に出ていけるように。あら、偉いわ。尊敬しちゃう。でしょ、かっこいいでしょ。そんないいもんじゃないよ。文化祭で落語の独演会を開くのが夢なんです。そうそうそう、もう粋な在日なんすよ。あら、落語できるの？でね、ご隠居いるかい？お前黙ってろ。俺が言いたいのはね、こいつみたいにかっこいいやつが教師になれば民族学校も随分変わると思うんすよ。人間の体で言えば DNA の突然変異みたいなもんで、いや、この間テレビで見たんすけど、日本人のミトコンドリア DNA っていうのをたどって、母ちゃん、ばあちゃん、ひいひいばあちゃん、ひいひいひいばあちゃんってたどっていくと、韓国とか中国にたどり着く人が圧倒的に多いんすよ。さらにそれをひい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 20万年前にアフリカ大陸で生まれた猿人にたどり着くんすよ。ひい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 。ごめん、何の話？話が広がりすぎたかな。いや、俺は分かったよ、クルパーの言いたいこと。妹がさ、日本の学校行きたいって言うんだ。
何年だっけ？中3。来年か。心配なんだよね、クルパーみたいに強くないから。いつか相談乗ってくんないかな。おう。あ、そうだ、これ読んでよ。ご隠居とかハッツァンとか出てくる？出てこないけど読んでよ、すっげえかっこいいから。なんで国会？なんで？いや、デートの待ち合わせとしてはかなり珍しい方だと思うんですけど。日本に一個しかないから間違えようがないでしょ。ああ。それにかっこいいじゃん。そうか。何？知ってた？白熊って絶対9歩で振り返るんだよ。嘘。1、2、3、4、5、6、7、8、9。本当だ。なんで？冷静さを保つためだよ。こういう狭い場所に閉じ込められて自分を見失わないように。7歩じゃん。奇数はいいの、次。だって9歩って言ったじゃん。いいから次。それ以来土曜日は桜井とのデートに当てた。今一歩じゃん。その間加藤は薬がバレて無期停学になったり。あれ、ただの鹿です。鹿、おばちゃん、おばちゃん、鹿、おばちゃん、鹿って、鹿、おばちゃん。ボンスが総括で絞られたり。プロにかお宝ガールズ買ってこいらと、おとき丸ハミョンとするか。ホムル、女子ル、サワー、女性よ。そんな言い方じゃいまいちお宝な感じが出ねえから、お宝ガールズ買ってこいって言ったんですよ。母ちゃんが平田満に会ったり。ヤス、ちょっと、ちょっと、ヤス。何やってんねあんた。ヤス。すいません、プライベートな。ほら、あんた。牛乳飲みなさい、牛乳。階段落ちするんだからね。その母ちゃんがまた出てったり戻ってきたり、普通にいろいろあった。そして俺はというと、こんな感じ。どうブルースリー、完コピでしょ。で、行くよ。貸さなきゃよかったよ。この日桜井は白い線をたどって歩いたらどこまで行けるか試してみようって言い出したんだ。今まで付き合った女の子は？一人。少ないね。桜井は？私も一人。半年前に大学生と別れた。大人じゃん。昔はね、自信満々な男に弱かったんだ。昔って半年前だ。女にはそういう時期ってもんがあるの。私がその男とどこまで行ったか聞きたくないの？そんなの聞いてもムカつくだけだもん。
前がなんじゃそれ。家族構成は3人。うちはお姉ちゃんがいるから4人。田舎は田舎はない。うちはパパが横浜でママは九州。何？いや俺もパパママって呼べってしつこく言われてたけど一度も呼ばなかった。殴られても。父さん殴る人？ああ、たまにね。へえ。もう吐けばいいじゃん。これが気持ちいいの。家庭で食事するのはこれが初めてだった。お姉ちゃん、お酒の方が良かったかしら。いや結構っす。杉原君はこの国が好きかね。え、私の彼が来た時もこの話、僕は仕事柄海外に行くことが多いんだが、日本ほどポリシーのない国も珍しい。日本人を名乗ることが恥ずかしくなる時もある。だから私は選挙には行かないんだ。あの、日本っていう国語の意味ご存知ですか？うん、確か日が昇る場所って意味じゃなかった？そういう説もあるんですけど、他にも大和の枕言葉が日の本でそこからついたとか、いろいろ説があるらしいんです。そういうの学校じゃ教わんなかったの？うん。だから日本人は自分の国の名前の意味を正確に知らないんです。そんな国も珍しいって本に書いてありました。で、でそういう意味です。日本ってどういう意味なの？だから日が昇る場所って意味だろ。それはそうじゃないってね。そういう話でしょ。いやそうだ。え、あなた全然違うんじゃないの？ごちそうさまでした。あのメロンですけど後で食べる。あ、これパパの趣味なの。下の名前ん？誰も呼ばなかったね、さっききつく言っといたの。
この日以来デートはもっぱら桜井の家になった。二人は少しずつ親密になった。とても恥ずかしくてお見せできないことをいっぱいした。最後の一線は越えていない。念のため。様子見てこいって。ありがとう。ごゆっくり。土曜日さ、オペラ行かない？オペラ？カバレリアルスティカーナ。本当は椿姫が見たいんだけど、やってないんだよね。オペラ？俺、オペラ見るのか。じゃあお金貯めなきゃだね。オペラって高いの？うん、多分。それよりさ、彼女知ってんの？何を？クルパーの全部を知ってんのかってこと。ああ。まあ近いうちに話そうと思ってるけど。オペラ見た後話すよ。ねえ、覚えてる？スーパーグレートチキンです。なんだよ突然。あん時のクルパーかっこよかったよ。あれ、あん時お前いたっけ？最近さ、あん時のクルパーの姿がよく思い浮かぶんだ。たわけ先輩。え？田分先輩っていたろ、テンパーのめっちゃ足速い。あの人もクリアしたんだよ。今どうしてんの？クルパ、俺さ、はい、指紋押してきた。当時はまだ在日外国人に対する指紋押捺制度が残っていた。せめて役所の人間一発ずつ殴ってやろうと思ったんだけどさ指紋を押す紙持ってきた姉ちゃんの顔にはあざがあってさ、俺が指紋を押すときこうやってノートでついたてして隠してくれたんだ。俺もう殴るとこじゃなかったよ。すいませんすいませんって、あんなに頭下げたの生まれて初めてだ。ああ、とうとう捕まっちまった。恐ろしいな権力って。よっぽど早く走らねえと逃げきれねえ。クルパ、おめえ俺の後継者だからな。上行け。
その後聞いた話なんだけどさ、先輩その時には高校を辞めて韓国籍に変えてたらしいんだよ。へえ。どこで何やってんだろうな。どっかの道を走ってることだけは間違いないよ。そうだな。行け。ターキ先輩の真似。じゃあね。どうした？明日会えないかな。話したいことあるんだ。すげえことなんだ。なんだよ、もったいぶんね。電話じゃ言えない。会って話したいんだよ。お前なら分かってくれると思うんだ。おい、あんな挑戦に振られたら一生走りだ。つうか終わってるっしょ。お前誰って感じ。あ、俺そっちに500円。これお守り。気合入んぞ。行ってこいよ。違うんだよ。何やってんだよ。ジョン・イルはすげえことを天国まで持ってってしまった。ジョン・イルはあなたのことを本当に好きだったの。
までジョイルと遊んでくれて本当にありがとね。明日お前学校休め。なんで？決まってんだろ。ジョイルをやったガキ、会った連中をやりに行くんだよ。そんなことして何になんだよ。こっちが聞いてんだ。来んのか来ねえのか。ジョイルはそんなの望んでねえよ。いいかクルパ、ジョイルはもう死んだんだ。あいつが残した問題は生きてる俺たちが片付けなきゃいけない。ジョイルが一番それをやってほしいのはお前なんだよ。おめえにジョイルの何がわかんだよ。ろくに話もしたことねえくせに、ただ暴れてえだけじゃねえか。生贄が欲しいだけじゃねえか。だったらそう言えたせいわけすんじゃねえよ。おめえは日本学校行って魂まで売っちまったんか。俺がそんな朝鮮人の魂なんか持ってたら20円で売ってやるよ。おめえ買うか。今日ずっと一緒にいてあげようか。え？杉原が寝て起きるまでずっと一緒にいてあげる。どうして？分かんないけど、私が杉原だったらそうしてほしいと思うから。
好きや。どうしたの？聞いてほしいことがあるんだ。俺自身は大した問題じゃないと思ってるんだけど、言わないと前に進めないから。何？何の話？いや、普通に聞いてくれればいいから。俺、俺は日本人じゃないんだ。どういうこと？言った通り、俺の国籍は日本じゃない。どこ？韓国。でも中学までは朝鮮だったし、半年後には日本になってるかもしんない。何言ってるの？いや、だから国籍なんか意味ないってことだよ。日本で生まれて日本で育ったの？うん。でも教育は違う。中学までは民族学校に通って、そこで朝鮮語とかを習った。まあ要するにバイリンガルだよね。だってオリンピックの時なんか日本と韓国両方応援できるんだもんすごいでしょ。はい、おしまい。なんで？え、どうしたの？パパに小さい頃から言われてたの。韓国や中国の男の人と付き合っちゃダメだって。それはなんか理由があるの？わかんない。パパはね、中国や韓国の人は血が汚いっていうの。笑うの？ごめん。え、なんで謝んの？頭ではわかるけどダメなの。体が、私の体に杉原が入ってくるのが怖い。
したことじゃないと思ってたら話せたはずじゃない。ひどいよ、急にそんなこと言ってこんな風に言っちゃうなんて。初めてだったの。それでなくても怖かったの。なんか喋ってよ。私の下の名前椿っていうの。椿姫の椿。桜井椿なんてめちゃめちゃ日本人みたいで教えられなかった。俺の名前はリー・ジョンホ。ブルース・リーのリー。めちゃめちゃ外国人みたいで怖くて教えられなかった。ねえ君、ちょっと。120円貸してくんないかな。いいっすよ。あー、参ったよ。コーヒー買おうと思ったらさ、500円使えないのな。どうしたの、こんな遅くに。いや、ちょっと。どっから歩いてきたの。銀座のホース。名前は。うちこの近所。どうしたの。一本ちょうだい。
仕事向いてねえんだよな。根っから文系なんだよね。体弱いし、制服似合わねえし。似合いますよ。血とか見るとすぐ貧血起こすし。すいませんでした。本当だよ。120円貸してって言っただけじゃん。いや、やばいと思って。外国人登録証持ってないから。え？韓国籍なんすよ。じゃあ韓国人なんだ。いや、在日っす。在日の人も外国人登録書とか持って歩かなきゃいけないもん。1年以下の懲役か20万円以下の罰金。嘘。じゃあ逮捕しちゃおうかな。知らなかったくせに。昔在日の子と付き合ってたことあるけどね。料理下手で笑ったな。冗談みたいなキムチ作りやがってさ、洗って食っちゃったよ。でも可愛かったんだよね。俺もさっきまで日本人の女の子と付き合ってました。さっきまで？どうでもいいようなこと気にする子で、バンダムじゃなくてバンダムだとか、マコーレじゃなくてマコーレカルキンだとか。自分はパンツ見られても気にしねえくせに。最高じゃん。可愛かったっす。誰に似てんの？芸能人で言うと。いや、思いつかないっすね。じゃああれでいい？ほら、この間一日少女できた。名前出てこない。何でもいいっすよ。よし、分かった。いや、本当に好きだったんすよ。今まで差別とかされても全然平気だったんすけど、なんか彼女と出会ってから急にビビっちゃって。よく考えたら今まで本当に大切な日本人に出会ってなかったんですよね。ずっと引っかかってて、でまあ行ってみたんですけど、俺在日だって。そしたら怖いって。なりゃ、俺自分の肌の色が緑色だったらいいのにって本気で思う時ありますよ。そしたら自分が在日だって忘れなくて済むし、怖いっていうやつは鼻から近寄ってこないし。俺もおまわりさんの制服がもっとダサかったらいいのになって思うことあるよ。セーラー服とかレオタードとかな。そしたら誰も俺に道聞いたりしないじゃん。行こうかな。そうっすね。頑張れよ。何人だろうと寄ってくるやつは寄ってくんじゃん。お前いいやつだからさ。その時は合コンしようぜ。俺そこの交番にいるから。
はい。悪いんだけど迎えに来てくんねえかな。珍しいじゃん、そんなベロベロになるなんて。ごめんなさい。なんかいいことでもあった？その逆だ。どうした？今日2本続けて電話あってさ、1個目は交換所がまた一つなくなるって話、もう一つは北朝鮮からの国際電話ね。何？テヒョンが死んだ。テヒョンとは親父の弟、つまり俺のおじさんにあたる人。50年代から始まった帰国運動で北朝鮮に渡った。おじさんには一度も会ったことがない。親父が韓国籍に変えた途端、手紙もパッタリ来なくなっていた。テヒョンは絵がうまくてな、ガキの頃はあいつ漁船のへさきに朝日が昇ってくる絵描いたんだ。この船が3日も沖で嵐にあったよ。もうこれはダメだと思ってたら、翌日ちゃんと戻ってきた。それ以来テヒョンは売れっ子画伯だ。船に絵描いちゃ晩ご飯のおかずもらって、そうだ、二人して初めてカニ食ったんだ。うめえうめえって泣きながら、そうか、カニ送りゃよかった。あいつ北でカニ食ったことあったのかな。ダセー、そんな貧乏話うんざりだよ。カニが食いたきゃ革命でも起こせばいいじゃねえか、くだらねえ。そんな話で泣ける時代は終わったんだよ。つうかてめえらの世代で蹴りつけろよ。あんたら一世二世がグズグズしてっから俺らがパッとしねえんだろうが。親に向かって何て口が聞くんだ。こんなやつ親じゃねえ。お父さん、私殴っていいですか。まあ小卒のパンチドランカーじゃねえか。運転手さん、すいませんが、そこの公園に突っ込んでくれませんか。3分で片付けますから。この男は弱音なんか吐いちゃダメだ。たとえ仕事を奪われようが、最愛の弟が死のうが、一度もダウンしたことのないこの男を初めて沈めるのはこの俺なんだ。最近のガキは親でも平気で刺しますからね。あ、ゴングだ、ゴング。
へん。ガード下げるやつがあるか、バーカ。汚ねえぞ。汚ねえ？こっちはこうやってどうにかこうにか勝ち拾ってきたんだ。今更やり方変えるわけにはいかねえんだ。ふざけんな。うわぁ。ああ。確かにお前の言う通りかもしんねえな。ああ、もう俺らの時代じゃねえってことさ。在日とか日本人とかそういうの、お前のことばかりやダッセえ話よ。お前らもっと外へ目を向けるべきだ。国境線なんか俺が消してやるや。覚えとけ。うちの家系は李朝から続く由緒正しき大ボラ吹きの家系なんだ。仕事大丈夫なのかい？ああ、幸い俺とママが余生を過ごす程度の蓄えはある。最後はゼロに戻りゃそれでいいんじゃねえか。そういうわけでお前の面倒は見ねえぞ。ママ、これが夫婦の愛の力だ。思い知ったか、バカ息子。やかましい、バカでしゅ、バカでしゅ、バカでしゅ。何すんだ、一家の主に向かって。痛え、痛え、ごめんなさい。なぜこんな最低な写真をわざわざ玄関に飾っているのか、なぜあの時急に国籍を変えたのか。ハワイのためじゃない、俺のためなんだ。親父は俺の足にはまっている足かせを一つでも外そうとしたんだ。大学生になる。本当か。ジョンイルの遺言なのだ。好きにしろ。ノッソイコレアーノ、ニッソイハポネス、ジョッソイデザライガード。
歌ってないで出ろよ。停電だ停電。もしもし。もしもし。久しぶり。元気？私は元気よ。初めて会った日の小学校、覚えてるでしょ？今からそこに来て。来てくれるまでずっと待ってるから。だから早く差し歯にしろって言ったじゃん。うっせえ。何人だ！俺は何人だ！何者だよ！答えろよ！俺は何者だよ！韓国人。どうして何の疑問もなく俺のこと在日なんて呼べんだよ。在日って呼ぶってことはな、俺がいつかこの国から出てくよそもんだって言ってるようなもんなんだよ。それ分かって言ってんのか。俺は時々お前ら日本人をどいつもこいつもぶっ殺したくなるよ。お前ら俺が怖いんだろ。名前つけなきゃ不安でしょうがねえんだろ。なあ、じゃあ俺はライオンだ。ライオンは自分のことライオンだなんて思ってねえからな。おめえらが勝手につけた名前じゃねえか。調子こいて近づいてみろ。頸動脈に飛びついて噛み殺してやんぞ。名前なんて何だっていいんだよ。マムシでもサソリでもエイリアンでもいいよ。だけど俺は自分のことエイリアンだなんて思ってねえからな。俺は在日でもエイリアンでもねえんだよ。俺は俺なんだよ。いや、俺は俺であることすら捨ててやる。クエスチョンだ！ハテナマークだよ！物体 X だ！どうだ、怖えだろ！まあ、何で思ってんだよ、何とか言え！何なんだよ、畜生！うるせえな、俺は！だから何なんだよ、畜生！その目。ああ！その目、私好きだった。
あの日帰ってきた模試の成績が悪くて落ち込んでたんだ。私なんだかわかんないけど感動しちゃって、すごいんだもん、その子のドロップキック。なんかそれまでむしゃくしゃしてるのがバカらしくなっちゃうくらい、その子が輝いて見えた。もうかっこよすぎて笑いが止まんなかった。かっこいいのっておかしいって初めて気づいた。杉原、そう、杉原って名前だってことはその時分かった。分かってるよな、自分のやったこと分かってるな。じゃあしかい、これがその時の目。超能力じゃなくてごめんね。でもその目で睨まれた時、私背筋がゾクゾクして、もう杉原が何人だって構わない。ようやく気づいた。もしかしたら杉原を初めて見た時から気づいてたのかもね。泣いてる？縁の外には手ごわいやつがいっぱいいる。ぶち破れ、そんなもん。クリスマスイブ、あー恥ずかしい、なっちゃないわ。あったかいとこ行こう。そんで今夜どこに泊まるか考えよ。ずーっと言おうと思ってたんだけど、歯が抜けた顔めちゃめちゃ可愛い。うるせえ。ねえ行こう。Thank you.
幸せ。